このね本体なんですけど見てください。先進的ではないし、これはですね世界初自律神経が測れる自律神経パワーとなってますね。皆さん今年も10月5日にオフ会やりますのでぜひ来てください。詳しくは概要欄を見てね。皆さんこんにちは。リクエストがねいくつかいただきました。スマートフォン紹介したいと思います。アローズウィー2プラスですね。これね独自の世界がありますね。これはこれでいいんじゃないでしょうか。詳しく紹介します。今回はこちらね視聴者の方からリクエストをいただきましたスマートフォンアローズウィー2プラスをレビューしていきたいと思います。ということでね今製品を箱から出してみました。もうこれだけなんですよ。ケーブルとか充電器もついておりません。まあまあこれはこれでね環境の配慮とかもあっていいと思うんですが、ケーブルとか充電器持ってないとかね、スマホ本体が古くなったのと同時に充電器もねダメになっちゃったという方は自分で手に入れる必要があります。説明書はですねもちろん全部日本語のがついておりまして、アローズらしいですね。まあ安心して使えると思います。特にねポイントであるこれ洗えるんですよ。洗い方の説明なんかもちゃんとあります。ちょっと僕は今回洗いませんけれどもね、基本的に洗えるということです。で僕ね洗えるスマホでも個人的に洗うつもりなくて、まあ綺麗に拭くぐらいで全然いいのかなと思ってますが、よりね、洗ってですねまあ細菌とか気になる方は洗えるというのはまあいいのではないでしょうか。このね本体なんですけど見てください。先進的ではないしそのテンションがすごく上がるわけではないんですが、なんかねめちゃくちゃこうかっこいいんですよ。なんか高級なね外車を見ているようなね、あとレクサスとかにもこんな色の感じあったような、銀エラスターって言ったかな、まあ、ちょっと色違うかもしれませんけども、イメージでかなりですねかっこいいです。ただそのカメラの数とかね指紋センサーとかね、それから画面の縁の太さとかを見ても別にねまあすごく先進的というわけではないんですよ。その無難な感じなんですけれども、デザインというか色合いとかいうかいいですね。かなりかっこいいなと思いました。皆さんもねご覧になってもね、かっこいいなというふうに思うのではないかなと思いますけれども、僕はね、すごく素敵だなというふうに思いました。このね穏やかな落ち着いたちょっと茶色がかったシルバー素敵ですよね。で頑丈さがですねまあこのアローズシリーズ特徴のモデルが結構あって、この製品もねかなり頑丈となっておりまして、ミル規格に準拠したテストをですね実施しているということで、高さ 1.5 メートルから26方向落下とかですね、防塵防耐日射 日当たりですね、防湿とかね、耐振動とかね低温動作とか、まあまあ23項目、クリアしてるということで頑丈さが売りの一つになってます。ただし落としても画面が割れないというわけではないはずです。実際落とすテストはできてないんで分かりませんけれども、大事に使った方がいいことはもちろん間違いないですね。まずですね本体右側面ですね、上がこれボリュームです。で下にですね電源ボタンがあるんですが、ここがね指紋センサーになっています。逆側ですね、こちら側には SIM のトレイがついております。これね、指で外せるタイプです。こういうふうにね、簡単に外せますね。なので、ピンはね、ついてません。マイクロ SD カードが片側、で片側がですね、ナノ SIM という形になります。さらにですね、SIM は eSIM にも対応しておりますので、この辺のね、構成は文句なしだと思います。ちょっとここに注目してほしいんですけど、これ何という感じなんですが、パッと見ね、なんか、ちょっとズームなのみたいに感じるかもしれませんが違います。これはですね世界初自律神経が測れる自律神経パワーとなってますね。自律神経パワーが測れるスマホということで、まあいろいろな機能をね、紹介する前にちょっと本来はね重量もここで測るんですが、先にちょっと興味深すぎるので自律神経測ってみましょう。ここにですね、まあ人差し指でいいと思うんですが、指をね、ちょっと押し当てて計測するという形になります。ではですね、ちょっと測定をね、ここにね、説明を出ますけれども、測定してみましょう。こんな形ですね。で、正確な測定のため、会話を控え安静にしてくださいということなので、これから僕は黙ります。はい。ということで、測定が終わりました。結果をね、ちょっと見てみたいと思いますが、自律神経、今日良くないですね。66歳相当ということで、実はね、これ、前の日にも測りました。その時は42歳だったんですよ。で僕ね、昨日全然寝てなくて、ちょっと忙しくてですね、やっぱりそういうの関係あるんですかね。で42歳で、今日もね、これ例えば40歳とか45歳とか出たら、喜ばせようとしてんじゃないのって言おうと思ったんですけど、僕60歳なんでね、
66歳相当ってやっぱり今日は良くないんだなというふうに思いました。結構なんかちゃんと測ってる気がします。これね、測っていくのいいんじゃないかなと思いますが、まあ自律神経のためにね、生きてるわけでは、心拍も今日高いですね、生きてるわけではないんですけども、まあ測って撮影してるから緊張してるっていうのもあるんでしょうね、ということで、まあ非常にね参考になると思います。こちらがね、これバー2つありますけども、この左側が数日前に測った方ですね。こちらは42対58でバランスが良くて自律神経パワーも高くて、確かね42歳相当って出たかな。で、今日は良くなかったのでグラフもね下がってますね。毎日測っていくと楽しいかもしれません。それでは重量を測っていきましょう。 183g とですね、かなり軽くてね、いいなと思います。ちなみにカタログ値は 182g ですね。ディスプレイ 6.6 インチと結構大きめなので、まあ画面サイズの割には軽いです。ディスプレイは 6.6 インチのフル HD プラスですね、1080×2400 という形になってます。有機 EL ですね。今一番明るくしてます。まあ普通といった感じですかね。すごく明るくて見やすいですという感じではないです。まあスタンダードな明るさという感じですね。縁もですね、横は結構細いんですが、上下はちょっと縁ありますね。まあスタンダードモデルとしては十分かなというふうに思いました。さて気になる性能なんですが、搭載しているチップはですね、スナップドラゴン 7S Gen2 ということで、まあ中の中ぐらいな感じですね。ベンチマークのスコアもまあ上々という感じです。ヘビーなゲームをガンガンやるという方には向きませんけれども、落ち着いて普通にスマホが使いたいんだという方には文句なしでしょう。メモリはね、8と12があります。12は IIJMIO のみと、で一般には8ですね。ストレージは 256GB という形になりますが、さっきも紹介したマイクロ SD カードが最大 1TB までいけるので、まあいいんじゃないでしょうか。非常にね、いいと思います。このモデルの特徴が非常に分かりやすいということなんですよ。でもね、ちょっと結論めいたことを言ってしまいますが、どちらかというとスマホ好きな方というよりは、普通にねスマホが使いたいんだと、でそんなたくさん機能を使いこなすよりも自分の必要なものはね普通に使えればいいんだという方向きのモデルだと僕は思います。でかつそういう人が使っても、実は搭載しているいろいろな機能を提案してくれてね、使えるようになるというのがこのモデルの特徴かなと思ってるんですが、例えばねカメラを起動します。でこれ後で消すことできますが、最初はねこうやって、このカメラには AI 認識があるとかね、スーパーナイトショットとかいろいろなモードがあるよみたいな説明、どうやって使うんだよみたいなのを全部言ってくれるんですよ。でこれ分かったら今後表示しないにすればよくて、というこういうことをこれ以外も各所でやってくれます。非常にですね分かりやすいモデルというところがですね、この製品の特徴で、まあ、中高年の方にもね、非常に使いやすいのかなと思いますし、ガラケーから乗り換えたりとかね、まだスマホ使うの1台目2台目だという方にもですね、とっても分かりやすくていいのではないかなと思います。逆に言うと、スマホを普段からめちゃくちゃ使いこなしていて、スペックとかもよく分かっていて、どれ買うんだみたいなことをしょっちゅう思ってるような方にはちょっとね、穏やかすぎてつまらないかもしれませんね。いろいろな重宝する便利な機能の中から僕がね、注目したものをいくつか紹介していきたいと思います。この指紋センサーのところをですね、長押しするとこういうボタンが表示されるんですよ。今ねほら出てきましたよね、ここにね。でこいつでこうやるとこうスクロールできるんですよ。上に行くとねこういうふうにスクロールができたりということで、これね、いろいろな調整もできます。こういうふうにね、スクロールの速度の調整とかもできるので、例えばブラウザーを読むときとかに片手で持ちながらずーっとスクロールしてね読むことができます。これなかなかねいいアイディアだと思います。で例えばね、あと電源オフにしておきますね。でログインする前の状態でここからねこうやって録音ができたり、さらにはねこうメモが、写真のメモが取れたり、こういうねテキストのメモを書いたりすることができます。これがですね、まあ独自のね、メモ機能という形になりまして、ログインしなくてもできると。で、さらにね、ここに今説明が出てましたけれども、このね、日本語入力もわかりやすくなってまして、例えばね、こうやってキーボードの高さを自在に変えられるんですよ。だからまあその人のね、使い勝手に合わせてこうね、小さくて画面が広い方がいいか、ちょっと慣れないのでキーを大きくしようか、みたいなこともできます。気が利いてますね。
ただな、僕なんかはもう慣れてるんで、そんなにね、こういう機能使いませんが、あまり慣れてない方にはね、非常にいいのではないかなと思います。今ね、バッテリーのユーティリティを表示してます。長持ち充電とかね、こういう機能がわかりやすく全部書かれてます。日本語でしっかり説明があるので、誰でもね、使えるのはいいですね。で、ちなみにバッテリー容量は 5000mAh ということで、まあ普通ですね。4年後でも初期容量の 80% を維持するというですね、まあ独自技術を搭載しているというのがポイントですね。なかなかいいんじゃないでしょうか。カメラは2つついてます。上が800万画素の超広角、下が5010万画素の広角カメラとなっております。ということで写真撮ってきました。これ標準カメラですね。まあ拡大してももう本当にね、綺麗に撮れてます。もう何の問題もなく普通にね、スナップ写真綺麗に撮れます。若干暗い感じしますが、明るさはね、どのようにでも調整できるので、まあいいのではないでしょうか。でこちら超広角なんですけど、ちょっとね、気になったのが空の色なんですよね。他は文句なしなんですけど、なんかね、空の色がちょっとのっぺりして作ってしまった空の色感が、まあ、ちょっと個人的にはあったんですけれども、全体の色に対してね、空の色がちょっとグレーすぎるかなと。まあ薄曇りだったんですけどね、まあこんな感じの空ではちょっとなかったんですよね。でこれが2倍にしました。もちろんね、光学ズームは搭載してないのでデジタルですね。まあ普通に撮れます。でこれはですね、ポートレートで背景をぼかしました。綺麗にね、ぼけてると思います。で、これね、マクロ機能で撮ったんですけど、あんま寄れないんですよ。マクロではなくて、普通のカメラで寄った方が結構ね、ちゃんとピントがあって背景もぼけました。なので、個人的にはね、撮るとしたら、マクロ機能を使わないで普通のね、撮影モードで撮るかなという気がしております。これですね、さっきの空の色がちょっといまいちかなって言ってたじゃないですか。その写真を撮ってる時の画面をスクショしたんですよ。これね、撮ってる時、空青いのに真っ白になっちゃうんですよね。で、実際撮ってみると、ちょっとなんか加工されるか処理されるか、まあ同じですけどね、青くなっていくという感じで、プレビューの空の色があまりにも真っ白っていうのがちょっと気になりましたかね。でもまあそんな細かいこと考えず普通に使えばですね、まあ文句なしにもうよく撮れる、失敗しにくいカメラということで、今回試してませんが夜景も綺麗に撮れるということです。それではスピーカーの音を僕のセカンドチャンネルのオープニングでチェックしていきたいと思います。再生します。こんにちは、戸田さとるです。今回はね、ちょっとスマートロックの、ちょっとですね、なんか音楽がなんかよれてる感じって言ったらいいのかな、なんかステレオ感が妙な感じなんですよ。スピーカーはですね、これ左右から出てるということ、ドルビーアトモス対応のステレオスピーカーということなんですけれども、ちょっとなんかね、音楽がよれてる感じが、まあ今回はしました。あとちょっとビビってますね。スタンドのせいもあると思うんですが、まあいつもね、この状態でチェックしているので、このモデルだけね、ビビるってこともないと思うので、まあちょっと音は今一歩かなと僕は思いました。イヤホンを使うときはね、ハイレゾにも対応しているということで、オーディオ好きの方はですね、ぜひイヤホンを使ってみてください。紹介した以外にもね、いくつか特徴ありまして、画面リフレッシュレート 144Hz ですね。動きはもちろん滑らかでした。さらにですね、3回の OS のアップデートに対応するというのもですね、最大3回ですね、長く使う方にはいいのではないでしょうか。セキュリティの更新は最大4年というふうに言っております。さて、で気になる価格なんですけれども、今回はね、 SIM ロックフリーのモデルを Amazon で買った場合の価格をお伝えしたいんですけれども、 59,950 円という形になります。まあ価格妥当なところですよね。性能的には中級クラスで、まあディスプレイも普通、カメラも普通という感じですけれども、普通っていうのが、その嫌な言い方の普通じゃなくて、いい意味での普通ですよね。こういったモデルを買う方には十分満足できるのではないかなと思います。今回はですね、アローズ V2 プラスレビューしました。いかがでしたでしょうか。まあアローズといえばね、富士通と思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、 FCNT というね、今は会社になってます。で、実質的には現在はレノボの傘下と
いう形になりますが、まあ、内容を見てもですね、まあ、国内開発した日本の、ね、方に向けたマニュアルなんかを見ても製品としてリリースされてるなと、まあ、僕は思いました。ということでね、こういう分かりやすい製品を求めるユーザー層もね、かなりいると思うので、こういったね、形でずっと作り続けてほしいなと思って応援しております。ということで今回僕の点数は65点です。すごいテンション上げて買うスマホという感じではないんですけれども、まあ、どこもかしこもよくできていて無難な選択、いい意味で価格を含めて無難な選択を求める方にはおすすめの一台となっております。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。